白いからきっとハマるから、勧められるまばかりだけど、読んだら返そう、読んだら返そう、そんなことずっと思いながら、やがて上司は会社を辞めて、僕は会社ごと売り飛ばされた。夢もプライドも自分で決めたこだわりも、僕の人生話も擦り切れそうな哲学も、酒に飲まれては熱く語ったりするけど、結局誰かの受け売り借り物だったりして、2万9800円のドリームキャスト、梅田の地下で大喧嘩して、それきり一度も会ってない。送り返して送り返して、電話でブチブチ言われたけど、よくよく思えばそもそも僕がこうだったやつじゃないか。さらに前の彼女から借りっぱなし、なんか知らん少女漫画25巻、今さら連絡取ったところで何の用途あしらわれるのがオチ。捨ててしまおう、捨ててしまおう、そんなことずっと思いながら、今の彼女にバレないように押し入れの奥にしまったまんま、この命も心に染みついた思い出も、人から受けた優しさたちも借りっぱなしのまま生きてく、いつまでたっても返せるあてなどないのだ。いつの日かこの体とともにあの海に行かそう、この命も心に染みついた思い出も、人から受けた優しさたちも借りっぱなしのまま生きてく、いつまでたっても返せるあてなどないのだ。いつの日かこの体